everyone! そんな感じで。なんか、そう、ちょっとやばい。どうしよう、ぐだってます、今日は一段と。はい。そんな感じで、オープニングドーン。いや、エミちゃんはどこ？エミちゃんはどこってなんだろう。気になる。え？映ってるよね。どうだろう。そう、今日ね、そうなんですよ、そうなんですよ。違うんです。ちょっと喋る内容がどうしよう。ねえ、どうしよう、どうしよう。なんか、おはようございます。なんかね、そう、ちょっとコメントが追いついてないわ。ちょっとね、話題はありません。嘘、あるんだけど、整理がついてない、頭の中で。ちょっとタクシーの渋滞に巻き込まれて、言い訳ですね。はい。なんか、遅刻だと思った、そう、遅刻ですね。最近のニュースについて、最近のニュース、あ、わからん、最近、私、テレビ見えへんねん、基本。MTV しか見てないねんけど、なんか、なんやろな。いや、その、肌黒い、あの、某プロ野球選手には触れられないよな。ちょっと、ね、今後が怖いじゃん。まあ、なんだろう。あ、そう、一つ言えることは、もうすぐバレンタインですね。14日、あと4日後。縁がありません。相変わらず。そうなんだよ。バレンタインって何？何のためのイベントってなってくるよね。もう、もはや。バレンタインのために彼氏作るみたいな。そういうイベント？エロいのって何？どういうこと？チョコじゃなくて現金がいい。間違いない。嘘。あ、え？間違いないって、あ、そっか、バレンタイン、あ、そういうこと？男の人なのね。現金がいいって書いてあるの。現金いいな。超、性格悪い。いや、現金がいいけどさ、でも、チョコをもらう気持ちも重要じゃない？わかんないけど。チョコあげません。今年は、チョコあげません。去年もあげてないねんな、私。でも、一昨年あげて、2年前のバレンタインあげたんやけど、別れちゃってんな、その時の。インドの電車の正面衝突。何それ。ちょっと最近の時事問題に詳しくないので、わからない。手作りチョコに下痢入れよ、最低。この文章を読んでしまった、私やばいな。なんで。えぐい。あ、下剤な。あ、ち、下痢って読んでんけど。手作りチョコに下痢。下剤か。まあどっち、下剤にしても下痢にしてもお腹壊すやろな、多分。まあとりあえず恒例のごとく、一人の時は一人酒をしたいなと思います。アウト。あかんやろ。確かに。まあとりあえずお酒を飲ませてくださいな。じゃないと舌が饒舌に回りません。はい。じゃあ、はい。KP。こいつ、ニューカマーかよ。ニューカマーかよってさ、書いてる時点であっちの番組見たことあるよね、絶対。やばい。温泉はどっち入るの？なんで温泉の下り？温泉、あっち、この間でも温泉行ってきたよ、大分の。温泉行ってきて、あ、でも、その時は、なんか、男女に分かれてるお風呂には入らなかった。けど、どっちも入ったことあるんだよ。男にも女にも、でも。
で、女湯入るときは、なんか別に、なんやったっけ、ミニタオルみたいなのあるやん。洗面タオルぐらいのやつ。を、なんか、上からこうやって。で、湯船浸かるときに取るみたいな。女の子で興奮は一切しないの。この身なりで女の子に興奮してたら完全に変態よね。何のためにこの身なりしてんのみたいな。女装ですか？ふざけんな。そんな感じで。お得意入るの興奮する、興奮しません。全然しない。冗談で入っただけだから。そう。ああ、相変わらずこ、カミカミ。どうしよう。どうしよう。今日も舌が回ってません。どうしよう。ああ、どうしよう。よし、ちゃんとしよう。じゃあ、興奮するのはいつなの？興奮するのは、いつなの？わかんない。あっちのタイプな人が現れたら。まあ、そうそう現れないってわかってんだけど、なんか理想が最近すごい高すぎて、彼氏がいない時期とか今までなくて、ずっと。いない期間があっても、1日2日しか会えたことなくて、ずっと。でもなんか、なんやろ、多分それってほんまに好きで付き合ってたわけじゃないから、あ、付き合ったら好きになるかなっていう思いとかで付き合ったパターンも多分何回かあったと思うから、で、次付き合う人はちゃんと、もうさすがに私24やからちゃんとした人と付き合いたいなと思って、そうで、そうやって考えてたらどんどん理想高くなっていって、まあ今に至る。もう半年ぐらい彼氏いません。そう、もうもはやバレンタインにも興味示さなくなっちゃったんだよね。チョコレートも作ってないし、もはや用意もしてない。ギリチョコもありません。ギリもありません。クソもありません。そんな感じで恋愛にはゆるーく、まあシビアに、時に彼氏欲しいよ。彼氏欲しいんだけどね、簡単にできないじゃん、そんなものは。作ろう、作ろう。紹介してくれ彼氏な。いや、ちゃうねんな、私さ、いつもリセットしよう。いつもどうやって出会ってるの？いつも、人の紹介とか、いや、ナンパでも付き合ったことあるけど、ナンパで付き合うような人は、微妙な感じやねん。なんか。どんな人がタイプ？タイプは、すごい身長高くて、なんやろ。あ、笑顔がめっちゃ、なんか可愛くて、うん、可愛いみたいになる人がいい。で、まあ、経済面はある程度の余裕がある人じゃないと嫌だね。まあでもそんな気にしないかも。実際好きになったら。わかんない。けど、借金とかしてるような男の人は無理。なんか、えってなる。短期は好きですか？いや、器が広い人がいい。なんか、なんやろ。あ、なんか私のことを、なんか、じゃあ、私結構さ、ぺちゃくちゃ一人で喋ってるから、なんかその喋ってる私を隣で見て、なんか、あ、またアホなこと言ってんな、ははー、みたいな感じで、微笑むような人が好き。懐の広い人？器の広い人？みたいな。なるほど。分かっていただけたかな。もうなんかさ、まあ、優しい人やん、要は。優しい人なんかいっぱいいるっぽいけど、いないんだよね、意外に。なんか。スタジオっぽいところから放送してるんですか。そう、ナイトチューブっていうスタジオがあって、そこで放送してる。そうよ。ナイトチューブっていうスタジオ？わかんない。そうだよね。助けて。もう、本当に、自分に罰が回ってきた感じね。番組のために話を詰めてこなかったっていう。中学生は好きですか？どういうこと？性的に？無理です。すいません。助けて。ふむふむ。私さ、年上の男の人の方が基本的に好きで、多分。なんか、大人の魅力がないと無理かな。いつも考えてくるって言ってるのに。確かに。言ってるかもー。じゃあなんかさ、しかもさ、なんか、私の番組を、なんか YouTube とかでもそうやし、
まあ生でもそうやけど見てくれてる人で、まあ、友達とか知り合いとかで見てくれてる人がさ、なんかなんでそんな番組中声低いのみたいな、えみたいな、なんか低く喋ってるつもりはないねんけど声を張って喋らなあかんから必然的にそうなってんねんみたいな、なんで番組の時だけ声低くてプライベート普通に喋る時だけ若干普通なみたいな、高いみたいな、そうめっちゃ声作ってみて、ちゃうねん、なんかこのスタジオのこの感じだと声作れへんねん、そもそもなんて言ったらいいの、わかる、なんか声のさトーンでやりやすいトーンってあるやん、まあそんな感じよ、そんな感じ、要は今日はカミカミということですね。プライベートは、プライベートは、あ、プライベートはそうなんですか、マジか、文章になってんのね、ふむふむ、30代は好き、30代好き、え、わかんない好きかな、好きかも、付き合ったことあるよ、でも30代の人付き合ったことあるけど、わかんない。てか、そんな歳意識しないけどさ、年上、まあ、年上が好きって言ったやんか。別に、正直言うと、同い年でも、一個下でも別にいいねんけど、中身が大人やったらいいねん。要は。わかる？で、30代も別にいけんことはないけど、なんか、見た目を気にしてる30代やったらいいかなって感じ。なんか、そう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 。もう、身なりも何もかも気にせず、俺社長やから金持ってるし、エミリー隣来いやみたいな30とかマジ無理、なんかえみたいなって感じ、中身がクソガキな男はダメダメよ、中身も外見もちゃんと伴ってスペシャルな人じゃないとダメよ、カラオケで聞く自分の声に違和感的な、あーなんかそう、なんて言ったらやろ、そうやんな、知らん知らんわそんな理解しようとしたけどやっぱめんどくさくなっちゃった、ごめん、愛してる、でもそれは男性女性両方に言えるね、確かに、まあ外見にそうだよね、伴った中身みたいな、なるほどそういう感じか、わかるわかるわかる、はい違うね、なんかさはいなんか私の頭の中は、なんていうの、なんでいつにも、え、いつもにも増して、なんでこんな番組が今日、多分今まで放送した中で一番グダグダやと思うねん。し、一番カミカミやと思うねん、私今日。からなんか、なんでこんなざまになってるかって言ったら、12日、あ、ちゃうわ、13日に、今月の、13日に、友達のアーティスト、大阪のアーティスト、まあ先週、先々週も話したけど、大阪の、え？もういや言葉が回ってないの頭の中、先々週話したけど大阪で活動してるアーティストの友達がいて、そのアーティストが PV を撮るって言って、エミリーちょっと映ってくれやみたいな、 PV ちょっと参加してみたいな感じで、あの呼んでくれたから、なんかその何を言ってるのとかやめてもうそう、なんかそれで頭がいっぱいいっぱいやね今、あ大阪行く新幹線とか、まあ、ホテルも手配しなあかんし、みたいな。どんな衣装で出ようかとか、どんな曲で、どんなシーンで出るんやろとか、ちょっとプレッシャー不安なわけよ、私は。大阪は好きなんですか？大阪大好き。緊張してるってこと？緊張してる。そうね。それで頭がいっぱいいっぱいになっちゃって。っていう言い訳ですけどね。はーい、飲みたいと思います。お疲れ様でーす。はーい。できるよね、大丈夫、そう、自信を持てば何でもできる、そう、そんな感じで、はい、そんな感じで、黙ってたらバレなかったり、黙って、あ、ニューハーフってバレないみたいな、確かに、まあ、そうね、でもバラしていきましょう、はい、CM ドーン2016年ブラックソード銀座店オープン。俺がやりたいと思ったからやらなきゃ気が済まない。こんな俺だけど
一生かけてあなたを幸せにします。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインク熱いね。イオンインク。歌舞伎町の皆さん、ハッピーバースデー。ケーキを買い忘れたそこのあなた、そんなあなたには竹田通りの夜のケーキ屋さん、深夜3時までやってます。はい、はい、そんな感じで、はい、CM 開けましたね。はい、開けましておめでとうございます。はい、ふざけ出したあ、やば、お酒こぼれかけた。桜通り？桜通りって何？あ、なんか歌舞伎町でしょ。そう、歌舞伎町のスタジオなんだけど、歌舞伎町の通り面をはっきり分かってないんだよね、私は。今どこにいるか分かんない、自分で。あの、なんかの近くっていうのは分かるけど、通りとか分からん。大食いですか？あんま食べないかも。さっきの CM？ え？大食いに自信ある？え、大食いに自信ないです。ないないない。大食い。なんで？なんで大食い？大食いに見える。普段は怒るんですか？怒らないかな、最近は。何も。桜通りって言ってたの、さっきの CM のことじゃない。あー。CM 見てなかったスタッフさんに、あー、マジやばいみたいなことをつぶやいただけ。あとは下見てた、ずっと。あとは自分の膝見てた。うん。そうね。まあでもとりあえずバレンタイン皆さん楽しみましょうよ。シングルでも。そんな感じで。え、大丈夫なの？お酒の失敗はあるのかな？お酒の失敗はなくしてるつもりやけど、多々あり。結構ある。記憶結構なくす。なんか、じゃあなんかさ、私お酒、え、わからん。なんて言ったらいいの？お酒飲んでるときにすごい酔っ払うと、二つのパターンに分かれんねんけど、めっちゃ酔っ払って、なんか、めっちゃエロくなるか。で、めっちゃ酔っ払ってめっちゃ怒り出すか。どっちかやねん、絶対。そのパターンしかなくて。酔っ払いすぎたときはな。普通に飲んで酔ってるぐらいじゃ別にまあ楽しく飲んでるけど。酔って吐いたことあるんですか？酔って吐いたこと。え、あるよ。全然。あ、でも人前で吐いたことはない。なんか。多分な。エロか、怒る。やばいよね。やばい。多分ストレス溜まってるんやと思うで。社会に対する。ああ、偏見差別があって。あ、皆さんの理解が足りなくてって。温泉はどっち入るのとか。ムカつくみたいな。膝綺麗。膝映ってる？映ってんな。ほんまや、膝綺麗やな、私。ほんまやわ。何の話やねんな、さっきから。寄っても帰れるの。寄っても帰れる。そう、なぜか家で寝てんねん。でも誰か送ってくれたとかじゃなくて、なんか一人でタクシー乗って、そのままベッドでみたいな。あ、でもベッドの横にゲボがあったことある。めっちゃ掃除したけど。メンズの服は買わないんですか？買って何の得があるんですか？教えてください。ネゲロ履くんだ、すごい。やばやば。あ、よし、やだ。そうね、ちょっと口の中に氷入った。
どうやって履く？履くときはどうやって履く？あ、無理やり履くとか教えへん。気持ち悪いと思っても、思ってるだけ我慢する。で、ほんまに玄関来て勝手に履いてしまうときあるやん。そういうときしか履かへん。で、指突っ込んだりしたら体に悪いやん、なんか。無理やり履いたらさ。みたいな。まあ、体に悪いことはしたくないから、あー、タバコ吸いたとか言って。え、そうなの、楽になるからよくする。楽になるけど、なんか、腸とか胃に良くないらしいよ、なんか。無理やりやから。知らんけどな。適当に言っただけで。じゃあ、CM どうぞ。あれ？あ、そうね。感覚短いと思った。もう CM だらけでいい。今日は CM だけでいい。飲んでるお酒アルコール度数高いですか？あー、アルコール度数高いやつでも私、高いって言ってもテキーラしか飲まない。なんか、その他は全部弱いやつしか飲んでないかな。スピリタス飲もう。無理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 。そういうなんか意味わからん酒飲みたくないマジ。意味わからんやん、普通に。味クソまずいのに何を楽しむみたいな。スピリタス飲んだことない。ね、なんか飲みたくないやんな。その瞬間が超楽しくなくなりそう。ナイブじゃない。なんかマイナスな気持ちになりそう。スピリタスで火炎瓶作った。はい。はい。そうなんだね。いい感じですね。終わった。はーい。もう、悲鳴始め終わった？なんかさ、そのさ、あの、エッチのさ、まあ、年明けるやん。年明けてさ、竿おろし、筆おろし、まあ、男の、なんか、違う言い方が、姫はじめと、まあ、どっちにしろさ、なんか、そういう言い方する人めっちゃ気持ち悪いと思うね、私、すごい。キモと思ったね、なんか。え？みたいな。姫、ってなんね、私。なんか、普通に、なんか、最近いつエッチしたんとかでよくない？なんか、わからんけど。おじさんっぽいやん、なんか、すごい気持ち悪く思っちゃう。三おろし。三おろしじゃないの？六個おろし的な。六個おろし受ける。確かに。三おろしじゃない。筆おろし。筆はじめ。え、わからん。なんて言うのな。なんやろ。悲鳴。おじさん？なんなんだろうね。はい。やばい。またパンツのくだりになるね。はい。はい、放送事故と言います、これを。やだ。どうしよう。どうした？ちゃうねん、もう。ちゃうねん。喋ることがもう頭の中に何もないねん。アホすぎて。そう、頭の中は基本イケメンのことしか考えてないから、やばいね。そうね。そうね。イケメン好きですよ。はい。もう私を殺して、本当に。やばい。マジやばい。どうしよう。居眠り配信で、確かに。もう、あれよ、番組見てくれてる人たち寝ていいよ、もう。ちょっと顔がダメな内面イケメンと、顔イケメンで中身、え？また、顔があかんくて内面イケメンと、顔がイケてて中身ダメな男。無理が寝たらいいんだ。確かにな。じゃあ、ふんぞり帰りながら配信するの、こうやって。こうやって。でさーとか言った。もう半端ない。あ、でも楽やし、いっか、別に。なんか、でも、
や、イケメンは好きやけど、中身最低な男は、の方が私嫌いやねん。なんか、不細工な人よりも。から、見た目がちょっと良くなくて、中身がいい人の方が好きかも。バロタ。太ってるイケメンは？太ってるイケメンって何？それイケメンじゃなくない？それイケメンじゃないよね。普通に。あ、このポーズ本当にこん、ああ、本当に嫌！いや、なんかもうエロチャンネルみたいになるのが本当に嫌やねん。でもデブは好きなんですか？デブは嫌いです。だ、清潔感ない人は無理かも、基本的には。そう、丈短いねん今日。やばいな。またここなんやけどさ、ここか、ギリギリ密着エロチャンネル。エロチャンネルか。もうさ、もうさ、何も言えへんくなってきた。どうしよう。エロチャンネルかって感じ。あ、こっちか。こうや。こういった方が多分都合がいいんや。タイトルがあって、名前があって、Twitter ID があって、こっち空白やから、ここにいた方がいいんやろ。学んだ。違うか。そんなに緊張やばい、大阪。いや、じゃあそんな別に意識してないねんけど、緊張してるっていうか、考えなあかんやん、その。新幹線何時のに乗ってとか、朝何時に起きてとか、そ、考えるの基本大っ嫌いやから、みたいな感じで。はい。新幹線で行くよ。じゃあ飛行機もちょっと考えててんけど、高速バスとかも、楽しそうね。楽しそう。はい。そんな感じで。もう、放送1分前となりました。もう、こんだけ会話が弾んで楽しかったのに、もう終わっちゃうなんて、私悲しい。ああ、悲しい。ああ、悲しい。しか言えません。はい。もう終わるのか、タバコ忘れる。よしよし。はいはい。そんな感じで、はい。13日、撮影、頑張ってきます。そうですね。と、あと今後ともなんか面白い企画が一応用意してるつもりなんで、番組としてじゃなくて、まあ別で。まあ連携させていくけども。よろしくね、またみんな。見てくださいね。はーい。そんな感じで。ハッピーバレンタイン !See you bye! でもなく溜まり込んだこと見つかる何回目の錯覚だ笑っていたろう先まで伝え込んだ仮面をやめ楽たり紛れ込み死んでしまった順序ましてや無情なほど溺れているんだよ息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。